ボンジュー皆様こんにちはブラマニのガクですおつぶらです今日は久しぶりにセカンドチャンネルの方で Vlog の方を行わせていただきたいと思います今日はですね日曜日の朝 え今、もうすぐ9時になろうとしてますね。えー、これから実はですね、仕事に行かなければいけないので、仕事に行く前に Vlog の方はね、撮らさせていただいているんですけど、昨日ですね、昨日もちょっと土曜日仕事だったんですけど、家に帰ってきたらですね、な,なんとですね、こう、大きなもう1メートル ×1 メートルキューブのですね、巨大な荷物が1個とですね、こちらですね、 ちっちゃいといってもそんなにちっちゃくはないんですけどねこちらの普通のサイズの荷物が2個届いていて会社から帰ってきてねいろいろ開けたりですね整理したりして終わってしまって中肝心のね中はちょっとまだ見てなかったので今日 Vlog を撮るついでにね一緒にね開封の方してみたいと思いますまずですね一番初めにこちらですね一番手ごろな感じのねいつもまあいつも届くサイズの箱っていうんでしょうかね こちらの方開けてみたいと思います。え僕の予想としてはですね、まあ、まあ僕の予想としてはというかね、こちら、ジュニームーさんですね、ブライスの公式ショップ、ジュニームーさんインターナショナルさんの方から、 昨日やっとこ届きましたねねこちら、ねえー、何が一体届いてるかというともちろんねジュニー・ムーンさんなのでブライスターということなんでね早速ね開けてみたいと思いますね。えー、やっぱりねブライスさんって到着する時がねやっぱり一番楽しいですよね。箱出しする時がね一体どんな子がうちに到着するのか新作の子は一体どんなに可愛いい子なのか、えー、どんな箱なのかとかね。 やっぱりこう開けるまでのドキドキ感ってすごい楽しいものがありますのでねちょっとまあ毎回ね、まあ、まあほ,ほぼ月に1回ぐらいはねブライスさんの方をお迎えさせていただいているのでねもう慣れてるかといえば慣れてるんですけどやっぱり毎回毎回ね新しいブライスさんが出るたんびにやっぱりドキドキワクワクしますんでねじゃじゃーんこのような感じでね 丁寧にね梱包されているのがジュニー・ムーさんの特徴だったりしますね髪を剥がしてあこの子ですねやっぱりねじゃじゃーんこの子ですね12月11日金曜日に発売された、えー、ロンギングさんですねロンギング・フォー・ラブさんが到着しました ね、これはもうね、嬉しいですね、ロンギングさんね。あ見てください僕の番号0062ですよ。0062。すごいですよ。もう100番台に入ってるということでね。すごいですね。こんなにこう、若い番号っていうんですか若い番号のブライスさんね、うん、ここお迎えするの初めてかもしれないですね。すごいですね。さすが、ジュニームンさんね。若い番号の子が入ってくるんですね。 で一応ですね、うちの子は二度張りされてることはないですね。全くシンプルな感じの、裏も表もね、シンプルな感じの、あのー、一回張りですね。ちょっとね、僕の開封レビューね、段ボールのカートンから箱出しするので、ね、このまま取っといてね、今晩箱出し動画撮ろうかなと思うんですけど、やっぱり、 ねロンギングさん、いろいろね、ライブ配信の方等で、なんか難があるとか、薄毛とか、こう、まぶたがね、こう、完全に上がらないですとか、あとなんかこう、ライダースジャケットがね、羽織れないとか、いろいろなんかこう、問題点もあるようなので、ちょっと、覗いてからね、会社の方行こうかななと思いますね。なので、ちょっと、慎重に、 下の部分開開けてて封してみたいいと思いますでどんな子なんでしょうかねあ爽やかなね、空色の、こう、綺麗なね、こう、確か CWC さんの海外のイラストレーターさんがデザインしたね、箱だそうなんですけど、じゃじゃーん、ロンギングさん。パ ああスカートがめくれちゃってますね。うちのロン、うちのロンギングさん。箱の中でね。ちょっと。いや、か、かわいいような気がしますね。はあ、ロンギングさん。なんかこう、パッと見、正面の目ですね。スペシャルカラーのブルーの正面の目の子なんですけど、お顔はかわいいような感じがしますね。えー、いつも思うの、私の運命の人は一体いつ現れるのかしら。 これから出会う人、過去に出会った人、それともずっとそばにいるのに気づいていないだけということでね、とっても、あのー、素敵なね、ポエムがついてますね。いや、なんかこう、ね、こう、初春にふさわしい、こう、爽やかな、でも暖かそうなね、ベレー帽がついて、こう、すごく素敵ですね。なんかこう、 お正月にお正月でも、今はね、まだクリスマスにもなっていないのに、お正月の話をするのはちょっとまだ早いかなとは思うんですけど、お正月にね、こういいんではないでしょうかね、爽やかな感じでね。こう、お正月の、こう、新しい年をね、こう祝うときに開けて開封したら、なんかこう爽やかな気持ちになっていいのではないかな <laughs> と思うんですけどね、いかがでしょうかね。はい。 ね、僕も本当に今週忙しいのでクリスマスの前ねでクリスマス24日はあのフランスのねの実家に帰らなきゃいけないのでそれを考えると無事にねロンギングさん開封レビューできるのかどうかちょっと不安なんですけどちょっと頑張って開封レビューねあの日月下水とあるので。 この4日間、こう、ちまちま頑張ってね。普通はこうい、頑張ってですね、まとめて時間を取って2日ぐらいで開封レビューするんですけど、ちょっとね、忙しいので、こう、時間が取れないのでね、夜4日かけて開封レビューを行わせていただきたいと思います。で、ロンギングさん。いや、かわ、かわい,いんじゃないでしょうかね。すごい美人さんだなぁなんて思いますね。うん。ねあの、大きなベレー帽に黒いライダーズジャケット見えますけどね。 うーんなんか美人さんですね思った以上にねすごいね嬉しいです、ね、はいはい次にですねこちらもう皆さんに、ね、見えてると思うんですけどインティグリティトイズのコンベンションのドールが到着しましたこれだけではなくてですねこういったですねこう細長い箱がですねこの7箱届いたんですよ <laughs> この、この結構比較的大きい、こう、ブライスサイズぐらいの箱の、こう、ドールずっしり重いんですけど、こちらが7箱と、こちらですね、コンベンションの、こう、参加者がもらえる、コンベンションのお土産のドールの、こう、箱がね、一つですね。コンベンションは、こう、僕のね、動画でもお話ししたんですけど、インテグリティトイズのコンベンション、約5万円払って、 あの、参加できる、こう、コンベンションなんですね。ドールショーなんですけど、今回はね、流行り病の影響で、インターネット、バーチャルなコンベンションだったんですけど、普通ですと、アメリカのホテルですね。あの、シアトルだったか、テキサスだったか忘れたんですけど、そちらのホテルを3日間貸し切って、 で、あの、その間ね、あの、コンベンション参加するひ人ですね、ドールショーに参加する人は、そのホテルとか、その近くのホテルに泊まって、通い詰めるんですよ。あ昼とか、夜のディナーとかね。その、例えば昼だったらランチを食べながら、新しいドールですね、新しいドールの発表を聞いて、そのドールを買うか買わないかは自由なんですけど、で、買った方はですね、このような感じで。 あの、個別にですね、ドールがもらえ、あの、買うことができるんですね。で、なおかつ、その発表会に参加された方全員にですね、こう、一人一体、あの、お土産のドールがもらえるんですよ、ただで。このような感じでですね、お土産のドールこちらね、4つ入ってるんですよ。<laughs> このような感じで、こう、お土産のドールがですね、あの、その、ランチとかディナーにつき、4回ね、ディナーとランチがあるんですよ、合計。なので、それにあのついて1体ずつですね、お土産のドールがタダでもらえるんですね。なので、あの、このドールがですね、 こ,うこのようにですね、ちっちゃな箱のドールが3体と、ジェイソン・ウーさんのね、有名なドールですね、ドールアーティスト。で今、お洋服、人間のお洋服を作られているジェイソン・ウーさんのドールが1体で、合計4体ですね。こちらのお土産。で、プラス、こちらですね、インテグリティトイズコンベンション記念の T シャツが入っていたりですね、お土産がまとめてこのようにね、一箱に。 まとめられてるんですね。これで5万円なんですけど、その他に買うか買わないかで、こう、そのランチやディナーのたんびにドールが出るんですね。なので、あのー、そう、あのですね、僕が参加したのは、ベーシックなね、コンベンションだったので5万円だったんですけど、その他にもですね、あともう一個ですね、1, 1万5千円ぐらい払って、スペシャルな、あの、追加のね、オプションで、 そのドールショーも行けますよっていうのがあって、それこは行かなかったんですけど、そちらの方でもプレゼントのドール1体と新作ドール2体がね、発売になっていたんですけどね。なのでまあ、その他にあのスタイルラボといって、ヌードのドールがですね、5体ぐらいとアウトフィットが5着ぐらいですね、それをこう組み合わせて好きに買うことができるということで、すべてですね、買うとですね、 あのー、約30万ぐらいするんではないかと思うんですね。さすがに僕もですね、そこまでこう、ね、インティグリティトイズのドールだけ集めてるわけではないので、ブライス買ったりね、LOL サプライズ買ったり、レインボーハイ買ったりね、あのー、モリス君買ったり、ガチャガチャやったりしてるので、そこまでこう、コアなね、インティグリティトイズのファンではないので、今回僕はこの、その、ベーシックなね、 5万円払って参加した時のもらったプレゼント4体のドールとその他にですねまあバラで7体購入しましたねあのー、全部で本当にですね多分20体ぐらいドールがあってその他にもこう小物とかアウトフィットで10点ぐらいあるのでこうねそれでま,あまさかねこうインテグリティトイズで30万使える ことはできなかったのでねでなおかつ、こう、アメリカからフランスに送ってくるので、完成がかかるんですよ。なのでね、すごい関税だろうなと思ったんですけど、実はですね、時のこんな荷物ですね、もう1メートルる1メートルの。 大きな段ボールが届いたって先ほどお話しさせていただいたんですけど、関税かからなかったんですけど、なんかですね、箱にもう郵便局の関税の方で箱を開けてありますって書いてあったんですね。あれと思って中チェックされたのだろうなと思ったんですよ。でも、関税かかってないので、おかしいなと思ってその箱をパカッと開けたらですね、中からですね、もう一回りちっちゃな段ボールが入ってたんですよ。 あれと思ったらその段ボールはもうボコボコに凹んでて濡れて変形してたんですね。もうその時点で嫌な予感がして案の定ですね、箱を開けてみたらそこに入っていたドールの箱がですね、ちょっと見えづらいとは思うんですけど、こう湿ってたんですよ。ブライスのようにですね、インテグリティトイズの、インテグリティトイズのドールも このようにカートンに入ってるんですね。まあ、ブライスさんもね、このように輸送用のこう箱に入ってるんですけど、まあ、ブライスさんで例えると、この輸送用の箱が水に濡れて、ボコボコになってたという感じでね。で、うもう、こう、がっかりしてしまって、やっぱりね、もう高い10万円かな、全部で送料入れて、7体のドールを買って10万円ぐらいかかったので、 ねえ、せっかく10万円、まあ、10万円すごい高かったんですよ、僕もね。あの、冬のボーナス全部つぎ込んで <laughs> 買ったんですけど、あのー、箱がね、ボコボコ。今もうちょっと乾いてるんですけどね、昨日の朝お迎えした時にはもう、まだ濡れてたぐらいなんですね。で、まあ、がっかりしたかったんですけど、実際ですね、あのー、まあ、ブライスさんのね、ように、 ブライスさんのようにこのようにね、ビニールに入っていることはなかったので、まあ、どうかなと思ったんですけど、一応こう、インテグリティトイズさんの今回のコンベンションの箱って、このような感じで白い、あの、シルクのね、紙のような、あの、フランス語ではシルクの紙っていうんですけど、こう白い、こう、包装、なんつ柔らかいね、パラビンシーっていうんですか、そんな感じの紙に包まれてて入っているので、で、光沢、今回のコンベンションの あのー、パッケージってこのようなこう光沢のある <laughs> すごい見えますかキラキラしてね光沢のある箱に入ってるのでそれのおかげで箱は濡れてなかったんですよドールも濡れてなくてはあっとほっとしてねあのー、昨日会社に 行った後ですね、朝箱開けたら濡れてたのでね、で、会社に行って働きながら、インティグリティトイズのサイトで、箱が濡れてた場合、どういう保証になるのかってこう探したらですね、インティグリティトイズの Q&A 欄に、輸送時に箱が壊れてたり、箱の破損ですね、こうカートンとか、この箱もそうなんですけどね、その箱はギャランティーにはなりません、保証にはなりませんあの、交換対象外ですって書いてあったので、まあね、 外の箱だけね濡れててふやけてただけなのでまあいいかなということでね今回は別にこうインティグリティトイズさんにもねこう問い合わせしないで済まそうかなと思ってますね一応まあ保険には入っていたので僕がなんかこう文句を言えば保険が返ってくると思うんですけどねそこまでしなくていいかなという感じでね今回はやり流そうかなと思いましたね。はい き昨日はもうは朝からですねもうこの、この箱だけでもねコンベンションドールのお土産の箱だけでもこれだけでもね、10kg ぐらいあるんですよ、多分ね。1 0キ,キロもないかな5キロぐらいでしょうかね、5kg ぐらいあってこうインテグリティトイズのドールって結構重いので。 これだけでも約1、1キロぐらい、1キロはないかな、でも1キロ弱ぐらいあるので、それが7個入ってたので、もう1メートルかける1メートルプラス10キロぐらいの箱だったんですよ。なのでね、すごいですよね。もう、そう、そんなドールが届くことってないので、こう、インテグリティトイズを好きになってから、新しいドールの体験っていうんですか、こう、ドールが10個届くっていうね、こう、なんかアメリカっぽいなというのが僕の感想だったりしますね。 で僕はね、本当にこう、今年からね、インティグリティ・トイズのファンクラブに入ってやったので、こう、こう何て言うんですかね、初心者、インティグリティ・トイズで言うと、初心者なんですけど、もう、コアなインティグリティ・トイズのファンの方は、一人でですね、そのファンのこうクラブにですね、3、4個入って、そのファンクラブ、一人でですね、インティグリティ・トイズの同じトールを2、3体買うのがコアなファンなんですよ。 一個は開封して遊ぶよう。一個は飾るよう。で、もう一個売って、こう、売却するようですね。こう、インテグリティトイズ、今、あのー、僕がですね、インテグリティトイズの動画作ってるんですよ、一個。もうそれ箱出しして、もう、もう遊んじゃったんですね。一ヶ月前にお迎えしたドールなんですよ。一ヶ月前に1万5千円でお迎えしたドールなんですけど、もう今、eBay で見たらですね、2000ユーロ。 ですね。2000ユーロから3000ユーロ、2、30万円で値段がついてるんですよ。ええと思って、あのー、僕もびっくりしてしまって、1万5000円で買ったドールで、なんで1ヶ月。 たたたないうちに20万30万に万万るのかと思ったらジェイソン・ウーさんという、やっぱりこうインテグリティ・トイズでも有名なね、アーティストさんのアウトフィットを着たポピー・パーカーという僕の大好きなね、インテグリティ・トイズでも一番人気のあるドールが、一番人気のあるアウトフィット服作家さんの洋服を着てるドールで、なおかつ限定が450体ということでねこうで、僕が当たったのはですね、ブロンドの子だったんですよ。ブロンドとブルネットの黒人の子がいたんですけど、やっぱり ブロンドの子の子方がが人気があるとということでブルネットの子も600ユーロから800ユーロ8万から6万ぐらいで売ってるんですけどブロンドの子はですね2 3 0万で売ってるということでねびっくりしましたねなのでやっぱり皆さんねインティグリティトイズをこういっぱい買うんですよであのー、こちらのねサブチャンネルの方で僕あのー、金曜日に ライブの方を行わせていただいたんですよ。で、ライブの後、こう、ちょっと疲れてしまって、あの、ちょっとソファーでね、カナッペで寝てたんですけど、その間に、インテグリティトイズさんから、新発売のメールが届いてて、すごい可愛いポピーパーカーのドールが2種類出たんですよ。ポピーパーカーのトラベルシリーズのオーストラリアとインドの子が出て、その子たちは、こう、代理店、世界中の代理店発売だったんですね。 その子たちを見逃してしまって気づいたのはですね、この E メールが出てから6時間後だったんですよ。夜中に気づいて急いで世界中の代理店にこうメールして、売れ残ってませんかってこうメールしたんですけど、もうすべて売,れ切れ売り切れで、やっぱりこのインテグリティトイズさんのね、ドール1万5千円ぐらいなんですけど、やっぱり こう、各1500体1200体多くてですね、少ないと4500体なんですよ。なので値段がボーンと上がるんですね。だからこう、まあファンの間でも言われていることなんですけど、代理店発売の子は半分は一般のお客に売って、もう半分は代理店が取ってしまって、後からちょくちょく出してね、 プレネで出してお金儲けしてるっていう、こう、まあそういうのがこう、普通になっていて、それはもうインテグリティトイズさんも認めてるらしいんですね。あの結構、あの、やっぱりね、お店もね、儲けなきゃいけないですし、インテグリティトイズもお店さんから買ってもらって、ファンのね、層を広げて、なおかつお店に買ってもらうことで利益も出ますのでね。なのでそういった感じでやっぱりこう、 ねえ、メーカーさんがファンに直接売ると、やっぱりそれだけだとドール文化って衰退してしまうので、やっぱり各ショップにね、世界中のショップに下ろして、ファンの裾野を広げるという意味でもね、やっぱりそういうのも必要だということなんですけど、やっぱり、その代理店さんがね、こう、普通にこう全部売り切ってくれるといいんですけど、やっぱりね、1万5千円のドールがね、2万、3万とかね、4万5千円とか、 こう、やっぱり、簡単に2、3倍になるんですよ。インテグリティトイズのポピーパーカーの道路は特にね。なので、やっぱりこう、各代理店もね、こう、在庫あるのに売り出さないことがやっぱり多いそうなんですねで。やっぱりこう、ファンの、インテグリティトイズのファンのフォーラムがあるんですよ、掲示板が。そこで見てても、こう、やっぱり多くの方がね、買えなかったっていう方がいて、やっぱりこう、その中でも、なぜメーカー、 直販にしてくれないんだとか、抽選にしてくれないんだっていう方がやっぱりこう文句を言ってたり、やっぱり代理店はね、全部出さないで絶対後からちょく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 プレネでこう出してくるので、そんな売り方許せないとかね、いろいろこうファンの間で掲示板でこう言い合いになってて、こうディスカッションがね、こう進んでて楽しかったりするんですけどね、それも含めてね。 なので今回すごい、特にね、オーストラリアの子、めっちゃめちゃ可愛いんですよ。ポピーパーカーのね、ブロンドの子で。それが買えなかったのがちょっと痛くて。まあ、今年の春に出たね、トラベルシリーズの東京、ニューヨーク、ミラノですね。が出たんですけど、ミラノもね、買えなかったんですけど、あの、僕が東京とニューヨーク買った スイスの代理店さんを見たら、ミラのね、あの、2倍の値段で売ってたんですよ。なので、やっぱり、 お店ね、取ってあるんだろうなと思ってね。まあ、お店さんもね、そういう、やっぱりこう、お店を維持していかなきゃいけないのでね、食べていかなきゃいけないので、綺麗事ばっかり言ってたらね、ドール商売できないのでね、まあ、しょうがないかなと思いつつも、買おうか買う前か迷ってたら、もうすぐ売り切れてましたけどね、ミラのね。なので、オーストラリアも、来年のね、春発売だそうなので、まあ、ちょっとプレネでもね、いいので、 オーストラリアだけは欲しいなと思っていますのでね。この間パリはね抽選で外れてしまって、ね今のところパリ、東京、ニューヨーク、あとミラノですね。でオーストラリア、あと インド、インティアですね、が出てるので、いろんな国のねあ、あとファンクラブのね、ロンドンの子も出てるので、いろんな国のポピーパーカーさんが出てるのでね、ちょっと楽しいなと思いつつも、そんな世界中のね、ポピーパーカーさん出てるのを見ると、世界中の都市のね、ブライスもまた出てくれたら楽しいんではないかななんて思いつつもね、あの、インティグリティ・トイズの、こう、 楽しみつつ、ブライスも楽しみつつね、ブラマニガク、クリスマスの忙しい時期、ドーリーライフ楽しんでおります。皆様はね、どのようなドーリーライフ楽しんでおりますでしょうかね。今回も、こう、ダラダラダラとね、このように、ドールの話題語ってしまったんですけどね、そろそろ、もうね、30分近く喋ってるのでね、そろそろ終わりにしたいなと思ってるんですけど、まあ本当にね、僕も、あの、ドールが好きで、 えー、ブライスのねブラマニ画としてやらせていただいてるんですけどやっぱりこうリカちゃんやバービーやモモコやルルコ今ねインテグリティトイズですとかレインボーハイとかあと今モリス君にねハマってたりするのでいろいろなね道路を幅広く あのこれからもね、こちらのブラマニ YouTube チャンネルの方で、いろいろなドールやフィギュアとかね、紹介していけたらなと思っておりますので、末永くどうかね、ブラマニ学の応援の方どうかよろしくお願いいたします。えー、学編みの皆さんもね、あのー、くれぐれも、あのー、流行り病に、ね、かからないように体調管理、健康管理には十分気をつけて、ドーリーライフ楽しんでくださいね。それでは、長々とご視聴いただき、おつぶらでした。また次回の動画や開封レビューでお会いいたしましょう。 本当にねこうよく見なきゃね見えない部分なんですけどねもう朝着いた時はもうヨレヨレ濡れてヨレヨレになっててね結構あのー、ちょっとねがっかりしてしまったのでね、まあ、本当にまあ中までね影響はないんですけどコアな、ね、コレクターさんはやっぱりボックスも含めてコレク,テコレクトしている方が多いのでね,ね郵便局さんにはもうちょっと気をつけてね荷物を運んでいただけたらなと思ってますね。ね